ております。また、今年度は隊員8名のうち5名が救命救急士の資格を持った隊員候補生となっております。運航会社は民間委託で、現在は鹿児島国際航空株式会社に委託し、青空の操縦、整備、運航管理業務を行っております。ここで青空について説明いたします。この機体はアメリカに本庁のデルタの4122で全体の中に
ーは緊急運搬中などで出動している以外はいつでも見学可能となっておりますので、ご連絡をいただきましてご気軽にお越しくださいませ。お待ちしております。これで防災訓練を終了いたします。